中学校3年生の時に練習参加させてもらって、そこですごいいい環境が整っていたので決めました。印象に残っているのは体育祭で、自分のクラスはスポーツ推薦のクラスだったんですけど、他のクラスは普通一般科とかだったんで、他のクラスに負けるのはちょっと悔しいんで、それでみんな頑張って最後の高校3年生の時に優勝できたのがすごい高校の時の思いです。インターハイ予選の決勝戦で前半 0-2 で負けてて、後半4点を入れて逆転勝利した試合なんですけど、最後に僕も入れれてすごい嬉しかったんで、それが思い出残ってます。一人一人がすごい個性が強くて、喧嘩とか多かったんですけど、一回みんなが一致団結したらすごい強いチームでした。僕は自分が点が入れなくて落ち込んでいる時とかがあったんですけど、そういう時とかに先輩に声をかけてもらって、それで励ましてもらえたんで、また点が入れたりできるようになりました。すごい厳しい監督なんですけど、でもすごい的確なアドバイスとかがもらえることが多くて、それのおかげで僕は成長できました。サッカーの技術面や精神面がすごい成長させてもらえたのと、社会で通用することを学ばさせてもらいました。まず松本山鹿で開幕スタメンで出ることと、あとは将来的に日本代表で活躍できることが目標です。僕らが叶えれなかった全国制覇っていう夢を叶えてください。